こんにちは、しおさんでございます。新宿駅東南口から1分ほどのところに、初めてのこのチャーハンがうまいと感じたお店、ぜひ一緒に食べたいもやしそばの魅力も紹介していきます。僕のチャンネルでは、埼玉、東京、千葉、神奈川で見つけたうまいお店をはじめ、旅行や出張で見つけた美味しいお店を紹介しております。食べるのが好きな人や旅行が好きな人は、チャンネル登録していただけると嬉しいです。新宿駅東南口から徒歩1分ほどのところに、穴場なうまい中華料理店があります。ランチでめちゃくちゃお得に感じました。石の家さんです。何度もこの辺りを通っていましたが、この少し曲がって地下に入っていくこの立地にあるため、今まで気づきませんでした。一度入るとハマります。メニューはこのような感じ。この麺メニュー、そしてソース五目チャーハンが特におすすめ。他の揚げ物、炒め物メニューも充実。一品料理も充実しており、一度知るとまた行きたいと思います。それくらいにお手頃価格で楽しむことができるのも魅力であると思いました。石の家ランチ、こちらもお得ですよね。1000円以内で食べることができます。そしていただいたのがソース五目チャーハンです。このソース五目チャーハンに惹かれて訪れました。色からソースが入っているのが伝わります。上にはたっぷりの紅生姜、ボリュームもたっぷり、見た目以上のソース五目チャーハン。紅生姜は苦手なので避けていきました。紅生姜を避けて早速いただいていきます。食べるとまず感じたのは、ソースの濃厚な味わいが効いたうまいチャーハンであること。めっちゃうまい、その言葉が自然と出てきます。しっかり炒められているので、このソースの味わいがチャーハンとしてすごく生きているんですね。初めての味わい、ソースとチャーハンめちゃくちゃ合うなと思いました。一度食べるとハマる味わいだと思います。具材もたっぷり入っていて、ボリュームもたっぷりであるんですね。食べ始めるとその美味しさにどんどんハマっていきます。中華鍋の風味、これが美味しさを引き立てている、そのことも感じながらいただいていきました。食べ始めるとレンゲが止まらなくなります。それくらい美味しいんです。ソースとチャーハンの融合、ほんと絶妙です。食べていると見た目以上のボリュームであることも感じます。これで700円、これはめちゃくちゃお得であると思いながらいただきました。一度食べるとまた食べたくなるチャーハン、そう思いながら最後まで美味しくいただいていきました。ソース五目チャーハン、まず迷わず注文したい一品です。もう一つ、メニューを見た瞬間食べたくなったのがもやしそばです。このもやしそばがまたおすすめであると思いました。もやしそばはもやしたっぷりのあんかけ醤油ラーメン、横浜のサンマーメンのような感じの仕上がりになっています。早速この後もやしそばもいただいていきます。食べてまず感じたのはスープの美味しさ。醤油ベースのスープで美味しいんですね。しっかりしたコクのあるスープになっており、このスープだけでも本当美味しいと思いました。そのベースが美味しい上に、まず麺を揚げようとするとあんかけの量を実感。この麺がまた美味しいんです。細麺でコシがあるうまい麺を使用。麺に絡むあんかけのうまさもたまらないと思いました。あんかけが美味しいんですね。一口食べるたびにめっちゃ熱い、でもうまいなと感じながらいただきます。あんかけは優しいけどしっかりした味わい、そしてたっぷりもやしのシャキシャキ食感がたまりません。ここであんかけを混ぜ混ぜしていきました。見ていただくと分かるように肉もたっぷり入っていますよね。食べているとこの肉の量も実感しました。もやしの食感と麺、あんかけのうまみ、これがたまりません。
食べるたびに好きになる美味しさがあるなと思いました。キクラゲの食感とあんかけの旨味もたまらないですね。肉もうまい、あんかけそのものの美味しさをさらに実感していきます。ベースのスープもあんかけもうまいからこそ味わうことができるもやしそばの美味しさ、混ぜるとさらに美味しくなると思いました。食べているとさらに実感するのは肉がほんとたっぷり入っていること、これがまた美味しさの秘訣でもあると思いました。普通盛りでもかなりのボリュームがあります。肉と一緒に麺を食べる、これもまた美味しいと思いました。そして食べるたびに肉がほんとたっぷりであるということを感じます。さらにしっかり混ぜ混ぜしていきました。さらに美味しさが増していく、そのことを感じながらいただきます。野菜の食感も美味しさもたまらないもやしそば、再び肉が出てきます。ほんと嬉しいあんかけラーメンですね。どんどん食べていきます。麺よりも野菜が多くなってきました。野菜もほんとたっぷりです。この段階ではもう麺はなくなっている感じがあります。でも野菜はまだまだ出てきますね。野菜の食感とスープの味わい、大好きなキクラゲも美味しくて嬉しいです。たっぷりの野菜とキクラゲ、ほんとたっぷり入っていますよね。見た目以上のボリュームであると思いながらどんどんいただきました。まだ野菜が出てくるんです。ほんと納得感があります。美味しいキクラゲもたっぷりでいただきました。野菜が落ち着いてきたらスープをいただきます。レンゲでスープを飲み始めるとその美味しさがたまらないということを改めて感じます。優しくて奥深いコクのあるうまさ、美味しくて飲み始めると止まらなくなります。そのまま気持ちのままにどんどん飲んでいき、最後までこのように飲み干しちゃいました。もやしそば、このあんかけラーメンもぜひ食べたいおすすめな一品でした。ここで石の家さんはここにありますということで、石の家さんの場所を紹介していきます。地図で見るとこのような感じ、新宿駅の東南口からは徒歩1分の場所にあります。実際に歩いていきます。新宿駅東南口広場、こちらを振り返るとこの甲州街道の下の側道があります。この側道沿い、こちらを歩いていきます。店がたくさんあるのでどこに入ろうかいろいろ迷ってしまいます。 NTT ドコモさんの看板があると左に曲がります。するとすぐにお店があります。看板もこのような感じで出ています。そしてこのビルの地下1階、このような感じで入っていくとお店があります。一度知るともう忘れられない、そんなお店になっていました。今回石の家さんでいただいて感じたこと、それは初めて食べたソース五目チャーハンの美味しさに納得感があること、そして安い、ソースのうまさとチャーハンの絶妙な融合、これがたまりませんでした。一度食べるとまた食べたくなるチャーハン、そのチャーハンに出会えるお店、しかも安いのが魅力です。さらにもやしそば、これもぜひ食べたいと思いました。それくらいに一度食べるとハマります。ベースのスープから美味しい味わいであること、これが魅力、そこに美味しいあんが交わること、一度食べるとハマる麺とあんかけのうまみ、ボリュームも美味しさも納得の料理が楽しめるお店だと思いました。新宿でうまいランチを食べたいときにおすすめなお店の一つであると思い紹介させていただきました。石の家さん、本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。お店の詳細については説明欄をご覧ください。またコメントなどもどんどん書いてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。